おちんちん祭りでわっしょいわっしょい。なあ、RTA。始まるよー！伝説作るぜ！今回紹介する作品は、チンクルツインクルフェスティバルです。チンクルツインクルフェスティバル体験版ちゃん。この作品は2015年の11月にデジタルキュートから発売されました。価格は8800円です。ジャンル名は、チンコ祭りアドベンチャーです。文字通り、おちんちん祭りがテーマになっています。本当に。過去に走った人がいないので、勝手にレギュレーションを決めます。1、セーブデータはないか初期化した状態。2、設定画面は事前にいじって OK。3、初めから、で計測開始。4、最後の告知画面でタイマーストップ。5、以上のことは特に気にせず各自自由にしてよし。いいよ。最終確認、よし。見回りは大事。用意、スタート。カット！作品の内容を軽く説明します。必要になると思ったから、まとめてきてやったぞ。主人公の妹、セイナが通う女子学園では、鎮光祭という、ご神体を崇める祭りがあり、成績優秀等の理由で、男が宮区に選ばれました。この女子学園は、異性をほとんど知らないお嬢様が多いという、定番設定です。男が宮区に選ばれることは、本来ならば誇らしいことなのですが、これになるのが嫌なようで、祭りとその準備期間中、主人公と入れ替わって、学園生活をすることになります。しかし、学園潜入してすぐに、ハプニングにより全校生徒の前で一物をさらけ出してしまい、学園生活が終わったかのように思われましたが、なんとその場にいた全員に、ご立派な一物付きの女性という認識をされました。驚きすぎて、チンチンもげちゃいそう。いや、そうはならんやろ。ともかく男とはバレていないので、セーフです。わーわー、まさにご都合主義万歳ですね。実はこの認識阻害は、神様の力が関与しているわけですが、ご都合主義なことは変わりませんね。えらい！そんな褒めないでよ、照れちゃうじゃん。女子学園、男一人。何も起きないはずもなく。そんなわけでドスケベ心 100% の女子学園で生活をします。右枠にシナリオの流れをまとめときますね。それにしても女装芸を何だと思っているんですかね。主人公の声がないというのは、女装芸の意味がほとんどないんですが、男バレ部分も女装芸では重要な部分なのにそれを雑に扱うというのは許せませんね。まあでも、日常パートでこちらの一物が起きてきたことや、バッドエンドでは女装姿で男に襲われる展開があったことは、エロくて汚い女装芸として評価します。いや、意味がわかんないんだけど。皆さん、どんな作品でもオープニングムービーはきちんと見ましょう。当たり前だよ。制作者の思いや熱意がわかりますからね。モザイクのせいでほとんどわからないんですけどね。許してください。何でもしますから。
あ、そうそう。この間投稿した新作 PC ゲームまとめましたは最後まで見てくれたかな？当たり前だよ。実はあの最後の部分は RTA の動画で使おうと思ったけど使いところさんがなかったのでしょうがなく使いました。しょうがないにゃ。使いところさんで思い出したのですが、使いところさんのない広告チケットはここで回収してますね。さあ中へどうぞ。この動画を見つけてくれたのも何かの縁だと思うのでどうですか？子孫繁栄のご利益があるかも。いいね、もついでによろしくお願いします。仲良くしたい人大募集。あと、RTA のアドバイスと素直に思ったことをコメントしてくれると今後のためになります。さっきから説明ばかりで飽きてしまった。そんな皆様のために、こちらの動画をご用意しました。カット。全校生徒の前で一物をお披露目したシーンです。ボロン。うん、チンチンついてるよ。ごめんね、セナちゃん。ごめんで済むと思ってるのか。全部出しちゃった。誠意を見せてもらおうか。やっぱりチンコだ。タミさん、それは本物なんですか？うん、触っていいよ、減るもんじゃないし。セナさんは本物のご成功を持っていましたの？本物のご成功を持つお方が今年の男神ベルニス様だなんて。いや、そうはならんやろ。これは偶然ですか？たまたまです。そう、奇跡。これこそが奇跡。これは奇跡と呼ばずして何と言いましょう。本来ならばシーン中をさっきの動画で被せようとしたけど、調整ミスっちゃった。誤差だよ、誤差。購入意欲が高まったところさんで、タイマーストップ。パンパカパーン！記録は、6分45秒40、でした。わーわー、パチパチ。走った人が誰もいないので、世界記録ですね。わーわー、パチパチ。完走した感想ですが、全体的に卑猥なものや動きがたくさんあり、修正部分が多くて大変でした。画像修正の判断は自分の経験をもとにしたもので、実際はそんなにする必要はないと思いますが、修正は各自の判断でお願いします。というか、日常パートに卑猥なものや卑猥なキャラ出されると修正大変なんで、RTA する人の苦労を考えてほしいものです。続いて、製品版をプレイした感想です。一般的な女装ゲーとは方向性が異なり、唯一無二な作品と言っても良い特殊な作品でした。特に主人公が下心丸出しなものは珍しく、探してもなかなか出会えないものです。というかこれ以外にあるんですかねー。シナリオは基本的にバカゲー要素盛りだくさんなのですが、後半はヒロインごとに方向性が異なった展開になります。まさかシリアス展開としんみり終わる展開があるとは予想外で驚きました。Hシーンは放尿、尿道プレイ、おもちゃ、食ザーメン等特殊なものが多いので、その点は人を選ぶ作品です。バッドエンドで主人公が男に襲われるシーンもありますね。残念なところさんは作業芸な点でしょうか。公式サイトで書いてある通り、マップ画面でアイコン選んでメインルートやおまけシーンに行くんですが、そのシステムが周回するとき大変で話の腰を折られました。感想は以上です。最後にいいね、広告、マイリス登録、フォロー、
コメント忘れていませんか？やり残したことはないかな？時間は待ってくれないぞ。はい、本日はここまで。お付き合いありがとうございました。ほな、また。